はい、皆さんこんにちは。アイロニー南青山店の栗山です。よろしくお願いします。市場直送便の水揚げライブを始めていきます。よろしくお願いします。コメント固定します。8月の3日の土曜日と8月6日の火曜日ですね、到着分の市場直送便の水揚げライブを始めていきます。よろしくお願いします。はい、コメントも固定して、あ、できたかな、コメント固定できた。あ、あっこさんこんにちは。お待たせしました。市場直送便の水揚げライブ始めていきます。よろしくお願いします。南青山店の栗山です。では早速、今年、毎年ご好評いただいている夏バラ50本5種の市場直送便を今週はお届けしています。で、今回は中卸さんにピンク系のグラデーションでご用意をしてもらいました。こんな感じですね。ピンク色のグラデーションが可愛い感じになっています。はい、では早速水揚げをしていこうかなと思います。皆さんご自宅にはちゃんと届きましたかね。大丈夫そうですかね。で、市場直送便なんですけども、こういう風に中卸さんから届くんですけども、こんな感じで縦の箱に入って届いてるかなと思います。ここに水が入ってるんですけど、これ取り出していただいて、この5種類を水揚げをしていきたいと思います。はい、では早速やっていきます。最初にこちらですね。こちらのバラが、スイートアバランチャですね。淡い可愛いバラになっています。こちらから早速水揚げをしていきます。で、まず、ちょっと手元見えないかな、このぐらいですね。このスリーブを取っていただいて、取っていただくんですけど、もしお家に新聞紙がないよっていう方は、このスリーブで最後お花をこういう風に巻いてあげるようにも使えるので、新聞紙がない方はこちら取っておいてあげてください。なかなか今新聞紙お家で取ってるところって少ないと思うので、もしかしたら皆さんスリーブのことが多いかな。はい、で、この足の結束の輪ゴムを取ってもらったら、まずは、バラですね。結構葉っぱ同士が絡まってたりとかすることもあるので、そーっと優しく取ってあげてください。で、葉っぱをまず半分くらい取っちゃっても大丈夫です。こんな感じですね。で、バラって結構トゲがついていたりもするので、このトゲを取ってあげてください。で、取るときに結構こんな感じでついてるんですけど、手でこう折ってあげても取れますし、もしナイフがある方はナイフで優しくこう茎をなぞるように撫でてあげるとトゲも取れるので、こんな感じでやってあげてください。で、ナイフでやる方はすごく注意してほしいのが、あまりこう角度をつけてこすっちゃうと茎を傷つけてしまったりすることもあるので、それだけ気をつけてあげてください。で、こういう風に葉っぱとトゲを取ってもらったら、ナイフがある方はナイフでこういう風に鋭角にですね、できるだけ鋭角に切って水につけてあげてください。で、もしナイフがない方はこうトゲを取ったら、ハサミでも鋭角に、なるべく鋭角にこんな感じで切ってあげてください。こういう風に断面を、お花の茎の切り口をですね、斜めに切ってあげることで、この断面の面積を広くしてあげて、お花に水を届ける導管っていう管があるんですけども、その管をしっかり出してあげることで、お花がさらに水を吸い上げやすくなるので、それで今こう鋭角に切るようにしています。で、今日はバラが50本なので、水揚げの方法はもうこれで終了なんですけども、あとはちょっとおしゃべりしながら皆さんに一緒に水揚げできたらいいなと思います。なんかさっきコメントいただいたの逃しちゃったかも。あ、大梅さんこんにちは。こんにちは、今日もコメありがとうございます。はい、では早速どんどん水揚げをやっていきます。で、市場直送便っていうのをまだ知らないっていう方もいらっしゃるかなと思うので、ご紹介させていただくんですけども、市場直送便っていうのは
アイロニーがセレクトした季節のお花をですね、私たち花屋が仕入れるのと同じような形で仲卸さんから市場からですね直接、お届けをするっていう商品なんですけれども、花屋と同じように して皆さんのところにお届けをするので、今こういうふうに水揚げっていう作業をしているんですけども、こんな感じでお花が届いたら、まずはお花がしっかり長持ちするように葉っぱを余分な葉っぱを取ってあげたりとか、そういうお手入れっていうのをしてあげます。で、葉っぱを取る理由っていうのはですね、お花も植物もみんな生きていて呼吸をしているので、この葉っぱから蒸散って言ってどんどん水分が抜けていってしまうんですね。で、葉っぱがあるとある分たくさん蒸散は進んでいってしまうので、ある程度取ってあげることでお花にしっかり水分がいくようになるようになります。なので皆さんしっかり届いた時に葉っぱを余分な葉っぱを取るようにしてあげてください。お梅さんが、ゆずさんの名言おそろっちからあだ名ゆずっちって呼んでもいいかなあ、おそろっち、あ、この前のガクスの紹介の時ですかね。あれ、谷口さんとクレメントのお気に入りのそういったやつかなあ、ぜひぜひお好きな呼び方で呼んでもらってありがとうございます。ゆずっちなんて初めて聞いたかもしれない、ね、あだ名が初めてつけました。ぜひぜひそれで呼んでくださいありがとうございます。ゆずっちで、何の話してたっけ、忘れちゃったそう、しっかり葉っぱを取ってあげることで蒸散を防いでお花の長持ちにもつながるので、しっかりやってあげてください。よいしょ。で、バラの葉っぱ取るときに結構取れやすいので、今こうスッと取っちゃったんですけど、1枚ずつ取ってもらっても大丈夫ですし、こういう風に茎を握ってスッと下ろすだけで簡単に葉っぱが取れるようになってるので、折らないように気をつけながらやってみてください。あ、七重津さんこんにちは。こんにちは、いつも コメントありがとうございます。ママの手仕事さん、はい、ありがとうございます。ゆずさんの爽やかな笑顔とお花が好きです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。お花可愛いですよね。今回本当にグラデーションが綺麗なバラを中卸さんが用意してくれていて、すごく可愛いですよね、ピンク系のバラ。こんな感じで今はスイートアバランチェですね、この淡い黄身がかったバラを今水揚げをしています。解説も分かりやすいです。あ、本当ですか。はい、あ、ありがとうございます、よかったではこれももうすぐ終わるので、よいしょ。葉っぱもスッとこんな感じで優しく取ってあげてください。今回スイートアバランチェ割とトゲが少なめだったので、こう今風にスッと取れたんですけど、トゲがあるとトゲが結構地味に手に刺さると痛かったりもするので、気をつけてやってください。まずはナイフない方はハサミで大丈夫なので、できるだけ鋭角に切ってあげてください。はい、では最初の1種類目ですね、スイートアバランチェの手入れができたので新聞紙で巻いていきます。新聞紙で巻くときにお花の頭がこう揺れることでぶつかって傷んでしまったりすることもあるので、優しく固定できるぐらいの程度優しくこう巻いてあげて新聞で留めてあげてください。こんな感じですね。そしたら網目につけます。なんかコメントもらってます。長井津さんが、はい、バラ素敵なのが届きました。あ、本当ですか、よかったです、ありがとうございますすごい、うん、はい、箱を開けた瞬間50本のバラに圧巻でした。そうですよね、私も開けた時、わあ、こんなにボリュームあるんだとすごい嬉しかったです。なんかグラデーションが本当に綺麗ですよね。今回中卸さんがグラデーションのピンクで用意してくれたので、水揚げしながら観察して、ね、すごい楽しいんじゃないかなと思います。はい、では次ですね、こちら、これもちょっと淡めのピンクですね。これがブロッサムピンクっていうバラの品種になります。これも同じようにスリーブを取ってもらって、
計測されてる輪ゴムも取ってあげてください。大梅さんが、はい、最近のイズチ女子力が上がってますよね、お手紙見てるし。あ、本当ですか。ありがとうございます。ちょっと今前髪切るのが目の臭くなっちゃって伸ばしっぱなしなんですけど、そう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。なんかゆずっちって親近感があっていいですね。なんかちょっと恥ずかしくて顔が赤くなってきちゃった。でブロッサムピンクなんですけど、ごめんなさい、結構トゲがついてたりするので、これはあの気をつけてトゲこういう風に折って取ってあげてもいいですし、先ほど教えたようにこうスッスッとナイフをなぞるようにしてトゲをしっかり取ってあげてください。れいこさんこんにちは。あ、れいこさんこんにちは。今日も見てくださってて暑いですね東京。今日も皆さん熱中症だけはお気をつけください。ありがとうございます。すごく嬉しいです。コメントいただけると。ありがとうございます。で夏バラ、毎年この時期にこういう風に市場直送便とかで夏のバラを皆さんにお届けする機会があると思うんですけど、夏バラの特徴っていうのが、ま、若干その季節的な問題で気温とかそういった条件的に花の頭が少し小さくなりがちなものもあったりするんですけど、この気温の影響っていうのもあって、例えば秋のバラとかに比べるとこの同じ品種でもバラの発色が少し夏は気温の影響で淡くなるっていうことなんですね。なのであの同じ品種でも季節によって若干こういう風に差があるのもまた楽しめると思いますし、夏はねこういう風に少し淡いと爽やかさもあって、それもまた楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。この夏バラとか、夏の時期ってあのなんでこんなお得な風にお届けができるかっていうと、夏って全体的にお花の需要が少なくなってしまって、そう需要が少なくなってしまうんですね。そうすると仲卸さんとかお花を販売する価格っていうのが少し単価が安くなります。これは品質が悪いとかっていうわけではなくて、品質がいいものとか通常例えば3月とか5月とかだと需要がお花の需要があってすごく高い、特にバラとかも今のこの時期だと品質に限らずこうやってお手頃な価格で手に入れることができるので、こうやって市場直送便でもたっぷりのバラをお届けできています。大梅さんが、はい、ピンクグラデーションアイロニーらしく素敵です。あ、そうですよね、可愛いですよね。ちょっと他にもまだ濃いピンクとかもあるので一個ずつ楽しく見てくれると嬉しいです。ピンクがね、可愛い。アイロニーってピンクってイメージが、確かにそうかもしれないですね。ピンクとかね、ラベンダー色とかよくギフトでもね、はい、あ、でもありがたい、嬉しいですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。あとマミさん、はい、ダウン着てらっしゃるけど室温かなり冷やしてるのですか？あ、そうですね、お店の中は気温一年中冷房をかけてて19度で設定してるんですけど、お花が長持ちするように一定の気温で管理をするように19度でお部屋の中を一年中設定しています。なのでずっと冷房がついてるので半袖でいると結構寒くなってきて覚えることもあるので、スタッフはみんなダウンとかパーカーとかを着ながら日々作業をしています。その今出たご質問をしてくれたように、あのお花って結構その気温差とかでやられてしまうこともあったりするので、一定の気温を保つってことがすごく大事なんですね。なのでもしご自宅に届いた時とかはできるだけ涼しい場所とかでお花を楽しんでもらえると夏でも長く楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。それでいうと、市場直送便っていうのは、先ほど最初にご紹介させてもらったように花屋を介さずにもう直接市場の仲卸さんからお届けをしているので、
1段階この輸送をする段階の1段階を省いていることで、この気温差っていう部分でもすごく負担が1個減ることができているので、すごくおすすめな商品となっています。ボリュームもたっぷりだし、こういう風に水揚げもすることも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。夏はお花が持たないっていう印象をすごく持ってる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、お花が品質が悪くてとかそういう問題ではなくて、大きく言うと2つぐらい理由があって、まず夏暑いので、そのお水、こう生きてるお水ですねの衛生的な問題で、暑いとやっぱりお水が濁っちゃったりとか、お花がダメになる、菌というかバクテリアっていう細菌ですねとかが繁殖しやすくなることで、お水が、お水で茎がお花の茎がその汚い水を吸っちゃうことでお花が傷んでしまったりすることがあるので、あの毎日お水を変えてあげたりとか、冷ための水でに変えてあげるっていうことで、あの夏でもお花は長く楽しんでもらえると思うので、気温の管理とお水の衛生管理っていうのを気をつけてもらえれば、夏もお花は楽しんでいただけると思います。すいません、長々と言って分かりづらかったかな。なるほど、ご説明ありがとうございます。ありがとうございます、ご質問いただいて。こんにちは、6日受け取りできないんですが、7日に到着できますかという質問があると思います。7日、一応1番から、お届けになってしまうので、8月の5日に発送して6日着っていう風になってしまうんですけど、7日、お届け先どこかな、7日でも大丈夫なんですけども、そうするとどうしても5日に発送してしまうので、お花の状態をよく楽しんでもらうにはやはり6日にお届けをした方がおすすめかなとは思います。ごめんなさい、自分の画面を。ありがとうございます。ゆずっち、若いから聞いても問題ないと思いますが、何歳なのですか？バラへの愛が一つ一つの動きで優しさ感じます。ありがとうございます。年齢聞いても若いから大丈夫だよね。私今今年で24になります。はい。あのお花が好きなので、もしかしたらそういう風に扱い方というか、そういうので優しさを感じますと。ありがとうございます。お花が好きなので、それが伝わってくれたら嬉しいです。先ほどの右引きなさいさんが、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。はい、では次の3品種目ですね。こちらがピンクダイヤモンドという品種になってます。これもすごい綺麗ですよね、発色が。こんな感じのお花になってます。ジャムコさん、こんにちは。今日もコメントありがとうございます。こんにちは。大手さんが若い。若さだけが取り柄なので、今はまだ。ありがとうございます。でピンクダイヤモンドは、あのトゲが今見た感じなく、結構ツルツルしているので、葉っぱもスッとこんな感じで握り落としで取れるんじゃないかなと思います。で必ず鋭角に切ってあげてください。すごいですね。あとまだ今30本目をやっているので、あと20本残っています。先がまだまだ長いです。ひたすらバラの水揚げですね。あんまり本当に葉っぱは残しておいても蒸散してしまうだけなので、余分な葉っぱはどんどん取ってもらって大丈夫です。でアイロニーはフレンチスタイルの花屋なので、あの割と葉っぱは少なめにいつも水あげとかしていますね。あとは束ねる時のネットワイヤとかも葉っぱは割と取ってしまっています。やすこさんから素敵なバラが届きました。たたさん、ありがとうございます。よかった。市場直送日、すごい可愛かったですね、今回の品種。
ぜひぜひ、あの火曜日の6日市場直送便がまだまだたくさん残っているので、皆さんぜひこれ見てほしいなと思ってくれた方はオンラインショップでご購入お待ちしております。ありがとうございます。よいしょ。バラを50本もお家で飾れることってないんじゃないですかね、皆さん。すごく豪華にお家で華やかに咲いてくれるといいですね。はい、では、ピンクダイヤモンドも拭き切り終わったので新聞紙で同じように巻いていきます。優しくふんわりと巻いてあげてください。こんな感じですね。はい、そうしたら次4種類目ですね。こちらですね。こちらが、なんだっけな、ピンクレディブルですね。ちょっと濃いめのバラになっています。じゃあこれも水揚げをしていきます。蒸散っていうのが進んでしまうので、ある程度半分くらいとかは取っちゃっても大丈夫かなと思います。ただあの これはご提案っていう形なので、バラをなんか束ねる時のイメージがあって、葉っぱを目に残したいなっていう方とかは全然葉っぱを目に残してもらっても大丈夫です。なんかお好きな飾り方でやってもらって大丈夫なので、やってみてください。あんまりバラの葉っぱがありすぎても、束ねるときに葉っぱと茎がこう挟まっていくことで葉っぱが傷んでしまって、そこからカビ放置してるとカビが生えてしまったりとかすると、そのカビが茎にも繁殖してしまったりとかっていうこともあるので、あんまりそんなにいっぱい残さなくても大丈夫かなと思います。市場直送便なんですけども、サイズ的にちょっ と、クール便っていうのに対応してないサイズなので、クール便でのお届けがちょっとできないんですけれども、あのお花の夕方、夕方でもお花は大丈夫でしょうか。そうですね、あの大丈夫じゃないかなと思います。夕方便でも大丈夫ですか？大丈夫だと思います。あのできるだけ私たちも市場直送便のお花をセレクトするときに、あの常温でも大丈夫なお花だったりとか、夏でも長持ちしやすいお花っていうのをあのセレクトさせてもらってるので、あの当日中に受け取っていただいて、なるべく到着したらすぐに水揚げ作業っていうのをしていただければ問題ないんじゃないかなと思います。ご質問ありがとうございます。曲がってるバラもありますね。今日はバラが50本あるので、飾ろうライブではスパイラルのブーケの束ね方が練習できるかもしれないですね。練習できるいいチャンスかもしれないです。こんだけ50本もなかなか束ねる機会ってないと思うので、ぜひ皆さん束ねる練習もしてみてください。
品種によってトゲの硬さだったりトゲの色とかもだいぶ違いますね。結構いたんですけど、もし新聞紙が落ちないって方は先ほどこの巻いてあったこのスリーブですね、スリーブに巻いてあげても大丈夫です。こんな感じで同じように優しくするとこんな感じで巻いてもらえれば大丈夫なのでスリーブでやってみてください。はい、では次最後の品種ですね。よいしょ。これがオールフォーラブプラスっていう品種ですね。これが一番濃いピンクの品種かな。これを水揚げしていきます。この輪ゴムがガチガチに止まってます。これも同じように半分くらい葉っぱ取ってもらって大丈夫です。でこれも割とトゲがしっかりついてるのでこうナイフでやってもらっても大丈夫ですし、手でもポキッと押すだけで折れるようになるのでこんな感じでポキッと折ってみてください。割とパリって取れるので気持ちがいいです。これもコウミさんが、はい、天の声の女性は売り上げ上手ですねありがとうございます。どこさんが、前回前々回かな回初めて市場直送便の読み上げをしてくれるようになったんですけど今日2回目なんですけどすごく私も助かっているというか上手だなと。お子さんありがとうございます。ちょっとタイミングを合わせられるように頑張ります。すごく、まあ、今日は息が合ってるかもしれない前回割とグダグダになってしまったんですけど今いい感じにできてるんじゃないかとありがとうございます。なかなかやっぱりコメントライブしながらコメント読んでっていうのが難しかったり見逃してしまうこともあったんですけど、こうやって読み上げてくれる人がいるとコメントも見逃さずにお答えできるのですごくいいですよね。するときはぜひやってもらおうかなと思っておりますテーマですね。50本あともう少しで終わってしまいそう。ロコさんあだ名ですかって言ってます。あだ名です。あ、そう、ロコさんあだ名です。なんでっけ、ひろこさん、はい、あのひろこさんっていうお名前なんですけど、入社した時からロコさんって呼んでくださいという感じで入ってこられましたなんでみんなでそうロコさんと呼んでおります皆さんもよかったらぜひロコさんって呼んであげてくださいなんかロコさんって可愛いですよね、ロコちゃんってありがとうございます。ムーミーさんから、はい、6日到着分のバラも同じ品種ですか？もしかしたら同じ品種の予定だったかもしれないんですけど、もしかしたらちょっと変わるかなと思うんですけど、でもピンクのグラデーションの品種でお届けをするので、あのピンク系がお好きな方はぜひぜひ楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。大見さんが先ほどの質問の答えに対してなるほどなるほどそうなんですぜひ読んでくださいってありがとうございます。はい、では、これで
でオールフォーラブプラスの水揚げが完了しました。これも同じように新蒸しで巻いていきます。はい、ではこれでバラのピンクのグラデーションを50本、5種ですね、水揚げが完了しました。こんな感じの、見にくいかな、こんな感じの可愛い色のバラたちを少しお届けしています。あ、大梅さん、はい、自らあだ名言ってなかったら絶対ヒロリンだったな。ヒロリン、ヒロリン、とても可愛いね。ネームセンスがすごい、そうですね、上手。はい、あだ名に実感ですね。ね、すごいです、センスがある。ではこれを、夕方頃にですね、飾ろうライブっていって飾り方の紹介のライブをさせていただきますので、ぜひ皆さん楽しんでお家で飾ってください。また夕方よろしくお願いします。長井さんがこれからね、どうあいで頑張りますかって、あ、頑張ってください、50本もあるので。ぜひぜひ楽しみながらやってください。ご質問大丈夫そうですかね。大丈夫そうですね。はい、では今日も水揚げライブありがとうございました。また夕方よろしくお願いします。あ、ゆうさんから拍手、ありがとうございます。ありがとうございました。また夕方お願いします。失礼します。ありがとうございます。ジャンコさん、ありがとうございます。失礼します。